さあ、こんばんは、はるけです。今回は価格別おすすめ LB 戦車値になります。3つの価格帯に分けておすすめの選手たちをピックアップしましたので紹介をしていければなと思います。じゃあそれでは行きましょう。まずはチープですね。10万以内の LB 選手になります。こちらになってますね。カンセロ、ロルフォ、キャシャウィ、ヌーノメンデス、ウドジェ、アルフォンソ、デイビスですね。まあこの6人特におすすめになってます。まあ、基本的にはまあロルフォなんかはですね使われている選手かなと思うんですけれども、やはり逆足号はありがたいし、ペースがねちょっと遅くなってしまったんですけれども、まあそれでもそれ以外はなかなかいい選手ですね。だから今後の特殊とかでペースがね上がればかなり今作も強力なカードになるんじゃないかなと思います。まあ自分は実際今使ってますし、まあ、バルサ女子っていう風なことでね他の選手も強いのでおすすめですね。でそしてあとはまあデイビス、アルフォンソ・デイビスなんかも非常に優秀ですね。レート82とは思えない力を持っていて、特にまあ逆足がね前作から3になってしまった、4から3に下がったんですけれども、まあ、上がっていくスピードっていうのは素晴らしいもの持ってるし、本当に走ってるだけで縦突破できるっていう選手でもありますんで、めちゃくちゃねこの人もねいいです。特に攻撃に上がらせてあげた方が良さが生きるという風な選手ですね。守備値以上に守備力も感じます。でそして続いてはミディアムですね。10万から20万以内の選手たちになります。こちらになってますね。ヒーローからリーセ、そしてメンディ、そしてヒーローボンパストルで RTTK のディマルコですね。この4名がおすすめになってます。まあ、特に今作も人気ですね、メンディ、金だけど今は14万ぐらいするんかな。ずっと値段保ってますね。さすがです。やっぱりさすが。この人は本当に強いし、組み合わせもいいし、めちゃくちゃ優秀な LB 選手の一人だと思いますね。現状本当にメンディで十分すぎるというか、まあ、ありがたいと思わせてくれるような選手になりますね。フィジカルもねしっかり強いし、スピードもね速いで、逆足も5でビルドアップも全然できるっていう風な感じになりますね。でまたね守備のプレイスタイルではブロックしかついてないんだけれども、まあ、全然ねいいなと思うような選手になってますね。本当に攻撃も守備もできる万能なサイドバックだと思いますね。であとはまあヒーローボンパストルあたりもですね、まあ、相手に見ることは時々ありますし、小柄な、選手ではありますんで、その分ちょっとフィジカル面ですね、球際が弱かったりとか、あとは空中戦は得意ではないっていう風な選手ですね。ただ地上戦に関しては、まあ、そこまで悪くないというか、やっぱりヒーローっていう、まあ、レジェンド選手だけあるなっていう力は見せてくれますね。特にパス上手いですし、ドリブルもね、まあ、別に重くはなくって運んでいく推進力もありますので、上がらせるサイドバックで使ってあげるとだいぶね良さは生きるんじゃないかなと思いますね。特にやっぱりこう予測がねプレイスタイルであるっていうのがまあいいのかなというふうには思いますので、この選手も強くておすすめですね。でそして続いてエリートですね。20万以上の選手たちになってます。こちらになりますね。テオレなんです。そしてヒーローからゼ・ロベルト、カプデビラ、この3名になってますね。まあ、テオに関しては別に黒でもいいです。で黒はもうぐん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 値段が上がって今では100万超えてます。110万ぐらいまでいってんのかな。なので開幕から考えると40万ぐらいは高くなっているというふうな計算になりますね。で金でも高い、金でも50万弱ぐらいするのかな、47、8万ぐらいするんで、今作のテオはやばいですね。需要が、まあ、かなり高いのか、あとまあレオンがねかなり強いんで、まあ、レオンとテオでそう縦関係作ってるっていう人も多いと思いますね。で値段のね、まあ、もちろん高いけどなんかその価値があるんじゃないかと思うぐらい相手にいてすごく嫌ですね。もう本当にテオの方から攻めたくなくなるぐらい守備力とんでもない。であとは攻撃もこの人はできるんですよ。早い、早すぎるっていう。でドリブル面はねめちゃ軽いってわけじゃないけど、もうスピードで置いていけるんで、だからデイビスみたいなそういうタイプでありながら守備もえぐいっていう風な選手ですね。空中戦も強いしっていう。でクイックステップラピッドで予測もねあるし、あとは今作からブルーザのプラスが新しくついてますんで、
まあ、これもねちょっとえぐいなってのは思いますね。まあプレイヤー的にはねそこまでかなっていうの思いますけれども、まあそれでもですねなんかプレイヤー関係あらへんみたいな感じで個の力がえぐいんでめちゃくちゃおすすめです。まあ言わずもがなだと思います。であとはまあゼ・ロベルト、この人は本当に万能ですね。現役時代を全く知らないんですけれども、まあいろんなポジションがねできるという風な選手になってます。なのでまあどこで紹介をしようか迷ったんですけれども、自分的には LB がいいんじゃないか、あとは相手に、うん、いる時も LB で使われていることが多かったかなという風なところですね。で基本的にも上がらせるサイドバックとして使ってあげるとかなり効果的ですかね。ドリブル軽いし、まあ、パスもねもちろんめちゃくちゃうまいし、でスピードもねあるので、まあ、かなりおすすめですね。テクニカルプラスもねついてるので、うん、で守備に関してもそんなに悪くないというか全然取り切ってくれる、本当従来のサイドバック選手として見ると普通にありだと思います。もちろんテオとかほどの守備力はね、ないんですけれども、まあ、全然ありっていう風なことですかね。今作ね新しく追加されたヒーローですけれどもかなりおすすめですね。でまた最後カプデビラですね、こちらもヒーローになるんですけれども、まあ、30万弱ぐらいですか、26、7、8ぐらいの選手になってます。やっぱりねそれぐらいの値段の選手は改めて強いなと思います。うん、やっぱ自分ウドジェを使っていた時があって、ウドジェちょっとあんまやなって思った時にカプにちょっと変えたんですけど、もう全然違いましたレベルが。うん、やっぱり勝手に取ってくれるインターセプト力というか AI の力っていうのがしっかりねありますし、あとは本当取り切る力っていうのも十分にある。タックルもね、うまいし、もう使っててあやっぱり強いなっていうのが分かるぐらいの選手でした。なんで、まあ、あとはペースがねもうちょっと上がればっていうのはありますけれども、まあ現状かなりトップクラスの LB 選手にはなるんじゃないかなと思います。また組み合わせ的にもね、うん、スペイン人は全然強いですし、まあラリーガもねありがたいので、この選手もねすごくおすすめですね。こちらが価格別おすすめ LB 選手たちになります。少しも参考になれば嬉しいです。よければチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。